どうも、アイアシス 120% 男ブス島です。同級説実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで2週目でございます。さあ今回もやっていきますけど、今回はねもうストーカーブス島やっちゃいますね。もう今回はアイドルをストーカーしていこうかなと思っております。ということで今回の狙いはカレンちゃん一本で絞っていきたいと思います。温泉旅行は次の集会でやろうかなと思っておりますので、今回はねもうカレンちゃん待ってろよっていう感じでやっていこうかと思いますので、早速いきましょう。今回はねもう被るイベントとかそのあたりはバン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 ね飛ばしていくっていうスタンスでいきますので、早速やっていきましょう。それでは行動開始という感じです。リビングに行きましょう。まずね、分かった、リビングルームに行くんだなということで、ここは多分美佐子さんだろ。ほらな、ブス島くんおはよう、今日もいい天気みたいねということで、このあたりも確かね、最初の頃やってますんで、とりあえず今回はねもうブラブラしながらカレンちゃんをストーカーしまくりますんでという感じでいきたいと思いますんで、そこまで一気に行きましょうか。はい、ということでブラブラしててカレンちゃんの家にやってきたら言いましたね。あ、ということで、あれ、あ、これあれか、もしかしてあれか、なんか選択肢出るやつか、なんだっけ、マネージャー出るやつか、カレンちゃん。まあここはそのまま行きましょうかね。これね、ブス島くんじゃない、もしかして私に会いに来てくれたの。はは、もちろんだよ。あ、やっぱそうだ、きゃー、カレンちゃんだわ。カレンちゃんだ、これ、隣にいるやろ、何者なんだ。好き好き好きなんだよ。ああ、ということでとりあえずおっぱいね、胸を隠してるのかな。おお、まあいやいや話しとこう。かわいいな、カレンちゃんもね。私に何の用かしら。これはねサインが欲しいの。まあこれはどう見てもこれだろうな。前もなんか会いに来ただけっていうのを選んだ気がしますけど、まあ会いに来ただけにしましょう。これと言って用はないけど、友達として会いに来ただけだよ。え、ねえねえ、これからゲーセン行かない？ゲーセン？そう、ゲームセンター。てん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 、あはは、はやっぱりかわいいね。はてなはてなはてな、あは、あー、おかしい。何が？うん、なんでもないわ。ブス島くん、私もゲーセンに行きたいんだけど、これから仕事なの。そうか、残念だな。てん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 、変わってるわ絶対に。でも少なくともカレンちゃんはあれだよな、主人公に好意はあるよね、どう考えてもね。うん、ここ気になるね、これね。ちょっとあんた出たよ、邪魔ね。へへじゃないわよ。あんた気安くカレンと話してるけど何者なの。てめえこそ何者だ、このボケナス。俺は光さん、ブス島くんは八幸学園の友達よ。あなたは黙ってらっしゃい。私はこの薄汚い男の子に聞いているんですが。うわ、回し蹴りだなこいつ。光さん、友達のことを悪く言うのはやめてよ。そうだ、やめてよ。ふん、彼は超人気アイドルなんですからね、いくら知り合いだからといって気安く声をかけないでほしいわ。もうそんなことばかり言うんだから。変な噂を立てられたら彼の芸能生活に支障をもたらします。まあそれは確かにそうだろうな。まあ商売柄しょうがねえっちゃしょうがねえけどな。なんか偉そうなこと言う女だな。そう、私は偉いんです。そしてあなたは彼に近づく資格はありませんわ。しっしっし、まあこういうやつがね男に騙されるんだよ大体な。うん、ち、わかったよ。これから仕事ですよ、彼。急いで行きましょう。もう本当にね、騙されますよ、こういうのは。本当にね。まあ、ざまあ見ろって感じだけどな。ごめんね、ブス島くん。でもなんか、前コメントでいただいたんですけど、なんかこのね、光さんのその、ね、スピンドル作品じゃないけど、そういうのあるみたいですね。ちょっとそれはそれで興味あるな。別に気にしないってば。何を内緒話してるの。車をまだつっているんですよ。はーいと。キャー、カレンちゃんが出てきたわよ。本物よ。でも自宅知られてるのもどうかと思うけど、まあ結構そういうもんなんだろうな。まあうちの近所もなんかそういう噂はあったけどね。まあアイドルとかそういうんじゃないけど、こういう人がいますよみたいなあったけど、別にって感じだったもんな。興味ねえみたいなねところですからね。うんうん、誰だよ親しげに話してるやつは。カレンちゃん大好き、それしか言ってねえなこいつな、ファン。うー、リムジンに乗って行ってしまったぞ。相当売れっ子だな。まあまあまあ、前もなんかねこんなのね調べたりした気がするけど、まあとりあえずよせよ、警報ベルが鳴りそうだぜ。ていうかさ、同級生やってずっと思うけど金持ち多いなこの八十八町。まあとりあえず他行くべ。ゲット、オッケーオッケー、慰謝料だな、もらっておこう、当然だぜ。同級生2、
はい、ということでストーカー推しにね、八重沢町から如月町へやってまいりました。ということで如月駅でございます。相変わらずね、イブで出てきた本庁ビルがありますけど、まあ本庁ビルかどうか知らねえけどな、まあまあまあいいでしょう。あら、ブス島くん、あれれ川田切先生、ブス島くんも八重沢町によく来るのかしら。なんかこれも前ね見た気がしますけど、そうだね、如月町っていろいろと遊ぶ場所があるから、如月駅っていう都市伝説あるけど、なんかこの話もしたな。なんかな、遊ぶなとは言いませんけど、先生との約束も忘れないでね。はい、わかりました。片桐先生は行ってしまったぞ。まあというわけで早速、電車に乗んねえ、他の場所行くよこれから。はい、ということでね、うろうろしてお金集めていたら、ということで如月神社にやってきた。あれれ、あの人たかりは何だろう、ということでイベント発生です。最初ね、文章を読んだ時何もなかったから、如月神社だみたいなことしか書いてなかったんで、何もねえのかなと思ったら、なんかありましたね。行ってみましょう。ほら、カレンちゃん、あれ、ブス島くん、いやいいね、カレンちゃんのストーカーめっちゃうまくいってんじゃねえこれ。あ、カレンちゃん、こらこら、サインだったら後にしてくれないかな。いいの、この人は知り合いだから。神社で何やってんの？お正月番組の録画撮りよ。あー、もうそっか、12月でもう22日、あー結構ギリギリの進行ですねこれね。うん、もうお正月番組を撮ってるんだ。いやこれ遅いよ、ギリ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 。はい、オッケー、よし次の場所に移るぞ。ブス島くん、私もう行かないと。うん、頑張ってね。ありがとう。おーおーおー、うわ、また出た光さん。うわ、ふんふんじゃねえこと、クソ、まあ本当に、なんだあの女、ふんって言うためだけに出てきたのか。本当だよ、 BGM もねえよ。まったくまったく、これはこれでなかなか面白いね。じゃあちょっと次どこ行ってみようかな。あんまり行ってないところ今回行こうかな。如月町って前回あんま回ってねえもんね。はい、ということでね、あんまり前回来なかった今回芸能プロに来てみました、ということで、あ、カレンちゃん、ということでね。あら、ブス島くん、みんな、前島カレンが出てきたぞ。カレンちゃん、カレンちゃん、カレンちゃん行かないで。おお、とりあえずおっぱいだな。うん、俺に握手を求めようとしてるのだろうか。違うって、おっぱいが見てんだよな。これが仕事なの？年末年始はいろいろ忙しいみたい。はは、忙しいみたいって、なんか他人事みたいなこと言いね。だって自分のスケジュールを決められないから。まあジャーマネが決めてんだろう全部。でも右のこれいいな、タコハチ、山田なんとかだ、内山なんとか、原、原ってなんだろう、原ってね、右側のね。そりゃそうだ、ほらこれね、腹って、これ謎ですね。でもこういうところなんか面白いのないのかな、人が覗いてたりとかね。まあまあまあ、薄島くんはこれから何をするの？俺どうしよっかな、まあナンパでもしてニャンニャンできりゃいいかなって思ってるけどね。うん、いいなそういうの、サボっちゃえば。ダメよ、迷惑かける人たちが多すぎるもの。確かにね、確かにその通りだ。風邪もひけねえもんな。いやーでも可愛いな。でもね、このね、金髪ってのがまたいいですね。この時期金髪って結構珍しかったからね。今だと結構当たり前になってますけど、まあこの時期は割と珍しかったっちゃ珍しかったかもしんねえな。っていうか、こういうね、有名人の知り合いってね、いますかって聞かれたりするんだけど、まあぶっちゃけどうなんだろうねっていうところだよね。まあ実は過去を知ってた人が実はそういう人だったっていうのはあるんだけど、その密に連絡取り合うようなね、そういうのは今のところいねえな。ある意味有名人はいる。ある意味ね。でもそうじゃないのは、まあいないって言った方がいいだろうな。うん、ただ過去に、あ、この人だったんだみたいなのは結構な数あるっちゃあるかもしれねえな。まあまあまあ、いいやいいや。ちょっとあんた出たよ。またあんたなの？なんだ、またあんたか。いいぞ、主人公、行ってやれ、行ってやれ。誰があんたですって、おめえだよ、おめえ。あんた、カレン、行くわよ。カレンちゃんがいるわよ。カレンちゃん、頑張ってね。いやー、でも、この、芸能人なんか結構街中で見たりするけど、あー、誰々だくらいにしか思わねえしな。前ね、あの、あるね、ちょっと名前は出さないけど、新宿中央公園の周り歩いてる時に、めちゃくちゃ背の高いあの芸能人とかすれ違ったりちょくちょくしてましたよ、実は。うん、実はって誰に言ってるんだか分かんないけどね。あとは割とね、街中でよく見るの、 AV 男優さんはよく見るな。あと
まあまあまあいいやいいや、僕の方を向いてくれ。うおー、鈴木だ。てん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 、彼はプロダクションの中に入っていってしまったぞ。まあ結構立派なプロダクションっすね。ダクション入れねえ。開ける。おいお、俺はいつから芸能人になったんだ。まあ芸能人ね、まあ有名になるとなんかこういう街中で買い物するのも大変そうだから、まああんまりねそういうのは憧れは全くしませんね。普通へいへいボンボンが一番だと思いますよ。まあまあいいや、他の場所行くべ。おうおうおう、うわ、また出た、光さん。うわ、ふんふんじゃねえ、このクソ様。同級生2。はい、ということでまたブラブラしていて、カレンちゃんに遭遇で、その前になんか人にいろいろあったりはしてたんだけど、まあいつもと同じ感じだったんだよね。まあこの辺はカットしてもカレンちゃんに一本に絞っておりますので、今ね、まあこんな感じです。あれ、ということでテレビ局です。ちなみにね、テレビ9とか言ってますね。カレンちゃん、ここで何やってるの。ここで何やってるのって、お仕事でテレビ局に来たのよ。あ、そうだったな。あー、ブース島くんって面白い。カレンちゃんがいるぞ。追っかけすげえな。かわいい。確かにかわいい。カレンちゃん、サインちょうだい。こうね、ブス島目があんまりパッチリしてるのは苦手なんですよね。実はね、可愛く見えるんだけど、どうも苦手でございますわね。もう死んでもいいじゃしね。とりあえず、まあ、いつものようにとはいかず、今度は、左乳行ってみるか。さすが芸能人、着てる服がおしゃれだぞ。まあ、芸能人だもんな。カレンちゃん、なんか疲れてるんじゃない？そうかな。サボっちゃおうよ。あは、ブース島くん、そればっかり。おーおー、いい感じじゃん。髪の毛見ちゃおう。ちょっとあんた、出たよ。またあんたなの？ストーカーやってんだよ、こっちはよ。プロのストーカーなめんなよ、この野郎は。またあんたか。真似しないでよ。口が富士山になってる。うるさいわね。カレン、仕事に行くわよ。ブース島くん、じゃあね。バイバイ。カレンちゃんだ。かわいいわ。カレンちゃん、愛してるよ。カレンちゃん、髪の毛が欲しい。おお、変態。お前、さらっと変なこと言うなよ。いい匂いのする髪の毛じゃねえんだからよ。まったく、どうしようもねえな。カレンちゃんはテレビ局の中に入っていってしまった。まあ、テレビないんだけどな。チャンネル9の看板だ。ここから見ると、そうでもないが、実際は巨大な看板に違いない。信号機も実際見ると、あれでかいからね、結構ね。まあ、いいや、いいや。とりあえず、じゃあ、他行くか、いろいろ回ってくかね。しょうがねえ、しょうがねえ、行きましょう。まあ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 ね、何が言いたかったんだろうって、優しくしてやるよ、本当に。まあ今回は優しくしませんけどね。同級生2。はい、ということで今回カレンちゃん絞りなんでね、まあ割とカット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 で、もうカレンちゃんばっかだと思うんですけどね。まあまだ編集してねえで、収録状態だから何とも言えねえんだけど、まあとりあえずいつものようにね、時間を調整して7時50分降りたら8時という感じでスタートしていきたいと思います。それでは早速23日行ってみましょう。リビングに行こうと、とりあえずね、はい、行きましょう。おう、美佐子さん、うすじまくん、おはよう。おはよう、美佐子さん。うすじまくん、明日はクリスマスイブよ。うすじまくんのことだから、きっと予定がぎっしりなんでしょう。はっはっはっは。そっか、この時点であれか、ともみとも約束してるんだよな、あれ、プロローグであったやつ。まあ今回ブッチしますけどね、今回ね。まあまあまあいいでしょう。美佐子さん、クリスマスも喫茶店は営業するの？当たり前です。うちの店の休みは基本的にお正月三が日だけですから。すげえよな、それな。店の話になると美佐子さんの言葉遣いまで変わるような。まあとりあえずおっぱいですね。要するに気づかれちゃうぞ。まあね、前回も見ましたけど、まあまあまあいいでしょう。まあとりあえず早速出かけていきましょう。はい、ということで前回はコンビニが日課でございましたが、今回はもうカレンちゃんの家を足惜しげなく通うという感じでございます。あれ、またまたあったね、カレンちゃん。やっぱりもうストーカーレベルで追っかけねえとな。カレンちゃんがいる。カレンちゃん、頑張ってね。僕の方向いてくれ。うお、好きだ。でもね、このファンやってるうちは絶対手に入らねえからな。まあいいや、話しよう。何度見てもでっかい家だね。家族4人には広すぎるみたい。十分広いと思うぞ。俺が一緒に住んであげようか。あはは、いいかもしれないわね。おしかしすごいな、同じ高校生なのにこんなでかい屋敷を建っちゃってさ。てん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 、大きな家は建ったけど失ったものの方が多いかもしれないわ。これはね、成功者にしかわからねえだろうな。まあ何をもってそもそも成功っていうかっていうのは別なんだけど、
こう人から羨ましがられるものを手に入れるとそれの代償って結構それ以上でかいっていうの結構あるからね。それはわかるぞ、すごく。え、私八幡学園に入学してから友達と一緒に出かけたことなんかないもの。今からでも遅くない、俺と一緒に出かけよう、仕事さえなければね。あー、なるほどね。まあ大変だね。ちょっとあんた、もうこいつなんかこいつの道具にされてそうで嫌だな。誰が一緒に出かけるですって？俺とカレンじゃ。あんたね、カレンにつきまとわないでよ。いやでーすって感じだね。もうストーカーしてやるわ。光さん、友達そんな言い方ってないでしょ。そうだよ光さん、あんたに名前で呼ばれる筋合いありません。カレン、さっさと車に乗りなさい。こいつ絶対なんかしてやりてえな。ごめんね、ブス島くん。カレンちゃんがいるぞ。かわいい。カレンちゃん、サインちょうだい。もう死んでもいい。もう本当に何なんだよこいつは。もう、うん、リムジン乗って行ってしまったぞ。というわけで、まあこれで日刊のねカレンちゃんに会えたということでしょう。そしたら今度はね、そうだな、ちょっといろいろとまた回って行ってみるか。隣の町行ってみるかね、またね。そうだ、行ってみよう。隣の町行くべ。これあれだろ、バスガイドさんだろ。バスガイドさん好きだからこの音とこ。かわいいな、マジでいいな。同級生2。はい、ということでストーカーもうずっとやっております。というわけでテレビ局に来ました。もう木更津町もうろうろしまくってたわ、ずっとな。あれ、ブス島くん、カレンちゃん、これから遊び行こうよ。てん本当に行っちゃおうかしら。おストーカー効果出始めたぞ。これカレンちゃんだ。かわいいわ。カレンちゃん愛してるよ。うるせえ、黙れファン。うん、カレンちゃんの髪の毛が欲しい。もうほんとダメだなこいつら。とりあえずなんだよ、ブス島くん、私ね、片桐先生に呼ばれちゃった。呼ばれたってどこに？もちろん学校によ。出席日数のことで話があるんですって。ああ、出席日数だけはどうしようもねえからな。ふーん、私嬉しくって。呼び出されたのに。だってその日お休みが取れそうなんですもの。ああ、なるほどね。まああれだね、カレンちゃんの立場ならではって感じだろうこれはな。なるほど、そういうことか。久しぶりに学校に行けるし、学校にいても今冬休みだから誰もいないよ。てん誰かいると街を歩いている時と同じことになっちゃうから。あー、なるほど、相当売れっ子なんだな。スーパーだな、スーパーアイドルだな。てん、いつ学校行くの？26日午後1時だったかしら。オッケー、メモっとこう。これよしオッケー、いい情報だぞこれは。ちょっとあんた、また光さんかよこれ。あんたね、いい加減しなさい。うるせえ、ストーカーなんだよこっちは。黙れよ。何がだよ、彼につきまとわないで。お前凝視してやろうか。お前もメメ盛りすんぞ、メメ盛りな。光さん、ブス島くんはつきまとってなんかいないわよ。いや、今回違います、つきまとってます、めちゃくちゃ。うん、カレンちゃんが勘違いしてんなこれな。ストーカーやってますから。ほら、俺の勝ちだ。勝ち負けの話じゃありません。カレン、こんな男と話してないで早く中に入りなさい。じゃあね、ブス島くん。カレンちゃんだ。横にいる男邪魔で、うるせえ、黙れファン。カレンちゃん、あの男と何を話してるんだって。いや、お前の知らねえことだよ。カレンちゃん、行かないでくれよ。この周りのうぞうむぞうじゃねえんだよ俺はよ。うん、カレンちゃんはテレビ局の中に入っていってしまった。まあいいや、他の場所行くべ。もうこれからもう、そうだな、今回こう言ったからちょっといろんなところいろいろまた回ってみるかね、これね。うん、はい、ということでストーカー順調にうまくいってます。もう今回一人に絞ってっから、もうあれだね、編集も楽だな。まあいいや。というわけでまたテレビ局で、これダクションか、ダクションだなこれな。あー、ということでね、いやカレンちゃん、26日1時は覚えたぞ。ブス島くん、あれなんか元気ないね。もうちょっと進行してるなこれ。てん、うん、なんでもないわ。カレンちゃん、こっち向いて。ファン、うるせえなこれ。キャーいや、こっち見たわって。もうホラー映画じゃねえんだからよ。とりあえずおっぱい見てえな、早く。なんか最近すごく忙しいの。サボっちゃえば。てん、本当にサボっちゃおうかしら。でもすげえなんか違約金とか発生しそうだよな。ここまでスーパーだと体に気をつけないとね。プロダクションに交渉してみようかな。何を？もう少しスケジュールを楽にしてって。ああ、それ重要だよ。ちょっとあんた、うわ、うるせえなこのババア。あんたしつこいわね。うるせえ、ストーカーなめんなよこの野郎。うるさいな。彼に何を期待してるわけ？いや、セクロス。それを期待してます。
期待？あんたみたいな一般人がカレンといい関係になれると思ってるの？なれますよ。なれます。なってやります。やめてよ、ヒカリさん。カレン、今日もスケジュールはびっしりよ。うだうだ話なんかしてないで、早く中に入りなさい。いや、カレンちゃんだわ。カレンちゃんだ。隣にいる野郎何者なんだ。うるせえ、おめえ埋めるぞこの野郎。好き好き好きなんだよ。いつも同じだなこいつは、言ってることが。あ、夕方になっちゃったよ。うん、カレンはプロダクションの中に入っていってしまった。まあいいやいいや、またちょっといろいろとこう回って、もう木更木町ずっと中回ってて疲れたよ俺はもうまあとりあえず、まあいいでしょう、とりあえず行きましょう。はい、ということでストーカーやってるとどうしてもテレビ局、プロダクション、カレンの家みたいな、こんな感じになるな。必ずここ寄っちゃうな。どうしてもしょうがねえな。あれれ、カレンちゃん、ブス島くん、また会ったわね。まあつけてますからね、偶然よそって、もう会いますよ。いや、カレンちゃんが出てきたわよ。でもカレンちゃん意外とこれ攻略いけるかな。でも約束事とか取ってるからイベント発生しそうだな。まあとりあえずいいやいいや。本物よ。ダメだよ、親しげに話してるやつは。うるせえ、ダメだよ。もうカレンちゃん大好き、もう俺も大好き、おっぱいが。おっぱいも好きですけど、まあいろいろ好きですね。足も好きだし、おっぱいも好きだし、お尻も好きだし、まあまあみんな好きですね。ゆいちゃんは元気かしら。なんだよいきなり。なんとなく聞いてみたかっただけ。おっと、でもカレンもやっぱり主人公に特別なあれ持ってんのかな。でもそうだったら変わってるとかこんな風に話してくんねえもんな。まあまあまあいいわ。おお、とりあえず話すぞ。牛島君ってテレビを見ないでしょう。どうしてわかるの？なんとなくそんな感じがしたんだ。俺もテレビは見ませんね。見ないって言っても全然見ないわけじゃないぜ。歌番組とか見る？てんてん見ない俺も見ないふん、そうなんだ。あれカレンってあれだっけ、歌手もやってんだっけ。あー、でもなんかヨシキのあの写真見た時なんかあったな。まあチラッとね、ヨシキがね写真持ってきたんだよ。まあその今回それ出るかもしんねえな。そこカットしちゃったんだけど前回。まあとりあえず、まあいいやいいや。ちょっとあんた、歌番組を見ないってことはカレンのファンじゃないわね。うん、ファンじゃないよ。俺はね、同級生のカレンちゃんと話してるんだよ。てん、うん、文句あるか。私はアイドルのカレンしか知らないわ。だから同級生なんて青臭い言葉を聞きたくないの。お前絶対、お前もアイドル目指して失敗した口だろこいつそんな気がすんな。なんてわがままなマネージャーだ。なんとでも言いなさい、カレン、早く行きましょう。てん、返事をなさい。はい、カレン、あなたの1秒はこの男の10分に相当するわよ。みんな、前島カレンが出てきたぞ。カレンちゃん、カレンちゃん行かないで。同じじゃない、言ってることファンは。うん、カレンちゃんはテレビ局の中に入ってしまった。まあ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 、しょうがねえな。まあとりあえずもう5時45分か。じゃあそろそろまあ家帰るかね。これしょうがねえもんな、ここいても。じゃあ家帰ろうっと。こうやって歩いてる時でもちゃんと自分の進路を考えてるんだ。まあこういうこと言うやつは何も考えてねえから。うん、同級生2。はい、ということで自宅帰ってまいりました、ゆいちゃんですね。まあ今回はまあここまでって感じだろうな。あー、ということで、なんだ、ゆい帰ってたのかよ。だって外寒いんだもん。冬だから当たり前だろう。どうしてお兄ちゃんは私に対してそういう口の利き方なのって。まあこれもね、前回見てますからね、この辺はね。もう俺は誰とでもそうだ。ともみちゃんと話している時はもっと優しい口調だよ。あー、かわいいな。はい、ということでね、今回はね、ちょっといつもとパターン変えてですね、まあこんな感じの終わり方をしようかなと。ここもね、前回のあの収録分、前回の集会の収録でやってるところなんで、まあとりあえずね、今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。まあ、ゆいちゃん見ながらね、終わりってもなかなか通なんじゃないでしょうか。まあ今回はね、カレンちゃんストーカーということでね、もうずっと凝視してやるぜ、カレンちゃん。もうマウス、俺何をいじってんだ、これ。ほんと、もうここいじってるだけでなんか楽しくなってくんな。はい、ということで今回はこれくらいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。